読みファミチャンネル。4月10日水曜日から22日月曜日、阪急梅田本店9階春の北海道物産大会突撃レポート。おはようございます。現在4月10日の午前8時半過ぎ、開店前の阪急梅田本店にお邪魔しています。読売ファミリーの西田です。いよいよ本日10時にスタートする阪急梅田本店の北海道物産大会、開催陣が毎回心待ちにしている有名イベントですね。今も皆さんをお迎えするために最終調整に入っております。そして今日の読売ファミリーの4月10日号にも掲載されてるんですよ。この読売ファミリー4月10日号のこちらをめくったところにもドーンと掲載されてるこちらのイベントです。はい、ということで今からこのイベントの見どころをご紹介してまいります。いきましょう。まずは北の食材を職人技でさらに美味しくということで、お惣菜コーナーのエリアです。今もうすごい調整、最終調整段階に入って、刺身、昆布がご覧ください。これですね。うわー、これずらっと並んで、うわ美味しそうだ。うわ、いくらもこんな、いい匂いがもう立ち込めていて、もうお腹グーって朝ですけどね、グーってなってきますね。うわ、もうこれ会場に来た瞬間に皆さん分かると思います。すごいですね。こちらどうぞ。出ました、出ました、サーロインの弁当ですね。うわすごい、見てください、見てください、サーロインだけです。いい、これホタテ大きいな、すごいな。うわ、こんなにすごい盛り、もう見てください、もうはみ出してますもんね、この。うわ、ホタテがはみ出して、大粒で、こちら。で、キングサーモンですね。この色がすごいじゃないですか、もう鮮やか。うわすごいなぁ。うわぁ、じゃあ、ウニ出ましたよ、ウニ。スラッと並んで、うわ、うまそうやなこれ。銀行食品さんのカニ三昧弁当です。こちらタラバ、イバラ、花咲、大ズワイ、本ズワイの食べ比べカニ三昧弁当。いやもうカニだらけ、すごいすごいじゃないですか。でこちらクラさんですね、こちら大ボタンエビと大粒のホタテの豪快弁当ということで、うわーすっごいな、これアワビちゃいますん、これ、うわこれキラッキラ、キラッキラしてる、すごい。うわこんな持っちゃっていいんですかね。うわすっごー、旬の食材も大阪で ここまですごいのがあるのかというね。いやー素晴らしいな、すごいな、ありがとうございます。そして次に参ります。こちらのエリアに行きますと、阪急梅田本店の名物北海道食堂です。こちらのコーナーでは味噌ラーメンや寿司、豚丼など有名店の味が北海道まで行かなくてもガーッと集まっているんですね。参りましょう。札幌ラーメン倉山さんですね。こちらの方で味噌ラーメンを試食させていただけるということで、ちょっと素晴らしいじゃないですか。じゃ早速ちょっと中に行きたいと思います。おはようございます。おはようございます。はい、お待たせしました。味噌チャーシュー麺になります。味噌チャーシュー麺ありがとうございます、はい、見てください、これすごいですね。チャーシューがもう器からはみ出てしまって、すごい
いやー素晴らしいな。これはなかなか大阪でも僕見たことないですね。いやちょっといただきます早速。まずはチャーシューがどれだけ大きいのか。はい、こんなにトロトロなんですね。そして卵も入ってて、早速じゃあいただきますね。お、うん、これやっぱ味噌ラーメンってこの本場の味っていうんですかね。これぞめちゃくちゃ美味しいですね。スープもやばい。あ、少しとろみがあってパンチもあって、で味噌の味が後でガーンとくれた。めちゃくちゃ美味しいなこれ。そしてチャーシューをいただいちゃいますね。5枚も入って食べきれるかなこれ。すごい、これはもう箸止まんないですね。これすごいっす。うん、おいしい。他にもですねずらっと並んでおります。いやー素晴らしい。こちらもラーメンですね。美味しそうだな。そしてこちらに行くとお寿司のお店が。そしてそして、お、出ました豚丼。これももうすごいな。丼でご提供されるみたいですね。こちらも美味しそうです。すごいな。いや本当にね、もう広いんで、もうそのまま食べれるパターンもありますし、そのまま買って帰ってもいいですし、北海道を存分に味わえる。素晴らしいですね。そしてお次は旭川から十勝帯広にかけてのうまいものが立ち並ぶ、その名もごちそう街道です。このエリアもすごいことになってます。大パンさんですね。みんなの大パン、パンが並んでおります。こちらのみんなの大パンさん、期間中は前半と後半にそれぞれいろいろな種類のパンを販売されるということです。じゃあこちらの大パンさんで一つちょっと試食させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。すいません。ありがとうございます。こちらが3種のチーズ焼きカレーパンです。これもすでにチーズのいい香りがしますね。で、見てください。もうここまでとろっとろにチーズがついていて、ちょっとこれ割らせていただきますね。うわ、カレーがいっぱい入っていて、ちょっとね、もう待てないです。もう いただきますね。まず。めちゃくちゃ美味しいですね。カレーもしっかり美味しいんですけど、このやっぱチーズが入ることによって、後からまたチーズの美味しさがぐーっときて、これバクバクいっちゃいますね。めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。こちらのパンやっぱり人気ですか、現地でも。このチーズのカレーパンは、はい、うち種類がたくさんありますので、パンはその中の一品として、はい、はい、こう日替わりで出したりとかしてますね、はい、今回阪急さん限定で、はいはい、3種類のチーズを使って北海道産のゴーダチーズと、はい、あとはモッツァレラと、はい、チェダーチーズを使って焼き上げてますね、はい、贅沢に3種類も使って。そうですね。中でもその北海道産のゴーダチーズがすごいコクがあって、はいはい、確かにちょっとこうなんていうかコクがあって、はい、美味しいチーズ、いろんな味がこう一気に楽しめ、最高ですね。いやいや本当に美味しい。もう一口いただきますね。もうめっちゃうまいですほんまに。これ皆さんぜひ食べてください。こちら個数は限定。そうですね、300、300で、はい、このカレーのデニッシュの方が200、あ、200ですね。皆さんお早めに、はい、お買い求めいただけたらと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。みんなの大パンさんです。ありがとうございます。
本当もうカレーパンだけでももう食べに来る価値ありです。皆さんすごいです。他にもこちらのごちそう街道たくさんございます。ちょっとね甘いものも欲しくなってきたんでね、こちら富良野にございます富良野美醜さんです。シュークリームはたくさんバームクーヘンだったりが揃っていてすごいですね。でこちらのシュークリームを一口いただけるということでやりたいと思います。おはようございます。おはようございます。あよろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、はい、かわいらしいじゃないですか。かわいらしいですけどもね、しっかりいちごとどんな食感なんですかね。ちょっと揚げてみますね。うわたっぷりとこのクリームが入っていて美味しそうで、じゃあ早速上の方からいただきますね。サクサク、めちゃくちゃ美味しいです。これいちごもすごい甘いんですけど、またこのクリームと絶妙に絡み合って、こんなシュークリーム食べたことないな僕は。めちゃくちゃ美味しいです。どうもありがとうございました。さあラストは阪急梅田本店の名物祝祭広場です。見てください、こちらの広い会場にずらーっと並んでいる、こちら北海道スイーツランド2024と称してスイーツやソフトクリームが大集結しています。それではこちらのおすすめ情報を阪急百貨店の峰幸さんにお聞きしたいと思います。ミクさん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当素晴らしい素晴らしいイベントだと思うんですけれども、ありがとうございます。さらにちょっとおすすめのを教えていただけたらと思うんですけれども、はい、はいはい、ちょうど今こちらね会場あの祝祭広場という、はい、まあ阪急梅田本店ではもう名物なフロアなんですけども、はい、この春の北海道でもですね、はい、この、まあ、昨年実は60周年というのを迎えましたね。そうですね、まあ、今年61年目ということになるんですけど、で、まあ、去年からですね、はい、この、ソフトクリームのサーバーのご当地のソフトクリームをここで食べれるという、これがねちょっともう名物になりましてですね、今年も2週間きっちり、はい、週間用意させていただきました。いや嬉しいですね、はい、もう本当に見てわかるんですけども、たくさんの種類の色とりどりのクリソフトクリームが楽しめるなということで、はい、いや素晴らしいなと思います。で今回、まあ、ご紹介いただいたと思うんですけど、はい、ごちそう街道、我々ね、はい、阪急ではごちそう街道と名付けてですね、はい、いろいろその地域の、美味しいものを紹介させていただくんですが、当然この前半の16日まではこのごちそう街道からですね、そのソフトクリームをご当地のソフトクリームをお召し上がりいただく1週間となっております。はい、素晴らしいです。このマークぜひ、はい、目印で、はい、このマークを皆さん見つけていただいて、はい、峰幸さんどうもありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではこちらの七竹ガーデンさんのバラソフトクリームをいただきたいと思います。ありがとうございます。見てください、この色鮮やかな、いやー綺麗な色です。本当これどんな味がするんでしょうかね。早速いただきます。美味しい、結構爽やかで、なんかこう色と一緒に食べるとこうバラ園というんですかね、頭にドーッと広がってすごく癒しですね。美味しいな、うん、美味しいです。皆さん北海道は全てが美味しいです。感動しました。もうね皆さん大阪梅田に北海道が来てます。絶対に来てください。こちら阪急梅田本店の北海道物産大会は4月10日から22日まで開催。詳しい情報は阪急梅田本店のホームページなどチェックしてくださいね。読売ファミリーの西田がお届けしました。ありがとうございました。